はい、それでは、何のお話をするかというと、皆さんの手元にはこのピンクの副教材、このピンクの副教材、これ全然よずみとは関係ない人がもし見ていたら、この副教材を手に入れてください。難しいですね。で、この副教材の後ろのページ116、117ページのところです。このページを開くと、このページのところに書かれています。左側にあるのは年間スケジュール、これはあの他の YouTube の、ね、僕の説明の YouTube に書かれているので、この年間スケジュールの講座を必ず見てください。やっぱり先を見ないと分かんないですよ。だから年間スケジュールっていうのは何をどこでやってるのか、あと下記に何があるのか、当期に何があるのかをちゃんと見てもらいたい。でこれによって状況が変わってくるっていうのを言っています。これはあくまでも一応私立用の授業、もしくは、北大や新潟大とか、あと学芸大とかの、都立大とかですね、いわゆる短い論述の人もこれ使います。で、この授業のそのページ、ちょっとコピーしましたが、それの右側です。1週間の、学習スケジュールと、あとは小説世界史講義の予習と復習のルーティーンについて、ね、ルーティングになってるね。ルーティングというのはルーティーンですね。を皆さんに説明します。まずこの図を使う。1限で、1限、2限、3限、4限、5限、6限。ここが休憩時間が、予定の場合には30分あります。で、この下、わざと空いてますよ。なんで空いてるかというと、家に帰った後、食事して勉強するかもしれません。ね。あとは移動する時間とかも自分でこの中に入れ込んでください。朝とか。まず朝早起きの人は、ここに0限って作ってもいいんじゃない？こういう。0限っていうのを作って、あとこっちは7限っていうのを自分で作って、必ずやるようにする。で、まずね、これを見たときに、じゃあ授業を入れました。授業があるところ、もしオンラインでも同じです。大学生ね、今年全部オンラインになっちゃったみたいですけど、オンラインの授業がある。例えば、これは授業です。これはセッター、これは英語か。で、英語は、色分けでこうやって。で、こうやって色分けしました。で、今度は、これがあくまでも授業です。もっといっぱい入ってるんじゃないの。で、今度はこれの予習復習です。つまり自己勉強。じゃあ自己勉強はどこでやるのか。じゃあ例えば国語の自己勉強。例えばこれの復習はここでやります。これの復習はここでやります。ね、予習はここでやります。例えばね、この予習はここでやります。これ予習の時間。で英語も同じね。じゃあここのこの予習復習はここでやります。予習はこっちでやります。ここで予習をやります。だからこうやって予習はなんかちょっと形を同じようでいいけど形を変える。で何の先生の予習をするのか、予習する内容を軽くだけ変える。つまり勉強のタームは基本90分、大体ね、どんな大人もそうだけど2時間なんて絶対できないですから。集中できて90分、いやーギリギリじゃないの。だって高校生って高校の授業って45分から55分くらいでしょ。で予備校になって90分、大学生90分、ね、大学生だってもうクソ途中で寝てますよね。絶対に僕はこの時間は英単語をやりますってなったら、英単語は必ずお昼にやるからここお昼やりますみたいな決めればいいですか。ね、世界史は必ずこうやってここどこでやります。世界史一問一答は絶対に、月水金の朝は必ず一問一答勉強しますとか、ね、夜必ず寝る前に年代やりますとか、これを自分で決めるんですが、その時です。これが実は他の YouTube 見てください。大切なのは勉強時間です。コマ数じゃないの。例えば英語のコマ数だけじゃ、英語はコマ数と家での勉強じゃん。世界史のコマ数と家での家での、勉強時間ね。国もそうで、これがほら国公立の人、私立の人、ちゃんと他の YouTube 見てください。
割合が違うんだ。例えば私立の場合には3対2対2になることが多い。だからこれは配点です。つまり勉強時間のトータルが3対2対2になっていることが確認することです。多少いいよ、多少ちょっとずれてもいいけども、これをイメージしましょう。国公立ならば、ね、いわゆる共通テストと二次試験の合計、この合計の割合、まあ、ここに数学とか理科とかも入るからね、だいぶ大変ですよ。国公立の人はやることが多くて、そのやることを全部ここに入れなきゃいけない。何が大切かというと、私立は書く。だって3つしかない、3種類しかない。上手に分担すればいいけど、国公立の人はこれが6教科とか、7教科、ね、7科目、8科目みたいな。それが大変なんですよ。だからそうならないように、これをどうやってやるのかが難しいところです。なので偏ってやってないだろうか、ね、おかしくなってないだろうか、ちゃんとバランスよく入ってるかどうか。だから講座いっぱい入れちゃうと家での勉強時間がないんですよ。で、本当は、ね、絶対無理なんだけど、理想としてはこます対家での勉強時間。本当ならだよ、1対2ですよ。本当なら1対2です。でも実際にどうなのかっていうと、例えば現役生、学校の授業があるとなると、正直なところ、こっから上は学校で埋まっちゃうんです。だからこっから下しか勉強時間がないんですよ。そこの勉強を1対2にはさすがにできない。だからまあ悪くとも1対1だね。だから講座の取りすぎは良くない。決して成績は上がらないです。なので気をつけてください。で、特に現役生の場合には時間がない、これしか時間ないんですよ。だってこの下にもう一個コマ作ったってこれしかないわけでしょ。こうやってほら、だこうやって現役生の場合、コマがない場合はどうするかっていうと、ここだよ、この中を分けるんです。分けて90分じゃなくて45分で済むんですよ。45分で1コマにするんです。そしたらコマ数増えるでしょ。コマ数増えればこれを入れる時間も増える。工夫です。あとは、まあ、学校の先生によっては、この辺はちょっと、なんかね、学校の先生の授業もあるけど、別な勉強できるかな、みたいな、なんて言うんだけどね、なんていうんですか、こういう勉強。あまり予備校の先生が進めちゃいけない勉強だけど、まあ、前の方に座ってると残念です。ください。予習と授業と復習の軽い話、これはプリント書いてあるから読んどいてください。つまり、予習って何かというと、授業についていくこと、これ、基本です。わかる？これは、予習は授業のためにやる。だから例えばね、まあ、もし今時間があるならば、この予習の前もあるんですよ。俺ほら、国別にやれって言ったじゃないの。なので、この予習の前に各国史をちょっと見てみよう、読んでみよう。漫画とか買って読んでみようみたいな。これは前置きです。で、そうじゃなくて、これは予習のためにやるもの。で、具体的に何をやるかというと、なんか本読んでみましょう。単元の流れ、単元別でいいです。もしくは例えば少し一問一答とか言ってみたら、覚えるんじゃないよ、あ、こういう人が出てくるんだ、こういう人が出てくるんだ、こういう戦争が出てくるんだ、ね、こういう法律が出てくるんだみたいな。出方はこういうふうな出方をするよっていうのを分かっておくと分かりやすい。あと、もうできれば、もし、この授業を取ってるならばね、この授業の予習ならば、これ実は空欄が空いてるんですよ。だから必ず授業の前に自分で調べて空欄は入れてきなさい。だから予習ちょっと時間かかる。これ、これ、これ。だから人によるけれども、苦手な人は60分ぐらいかかるかもしれない。まあ、得意な人は15分で終わるかもしれない。別にこれ入れるわけじゃない。これできれば別にいらない。で、授業は普通に受けます。で、授業はね、板書があって、この板書があって、その板書のところにね、俺が図みたいなの書いてきます。こうやって。で、図を説明すると、この中の括弧が入ります。ただ、復習の場合には2つあった復習って。再生とアウトプット。このアウトプットは演習です。で、第一の演習はもちろん一問一答。でもこれだけじゃ絶対だ。絶対だ。あとね、復習テストってあります。この復習テストは僕のホームページ、
に載せるのと、あといろいろ今考えてますので、まあ、その考えが決まったらホームページに載せます。復習は毎週、総復習は隔週でもいいんじゃない、もし時間がなければ。特に現役生とかは時間がないので隔週でもいいかもしれないです。つまり2週間に1回、2回分、2週分まとめて問題練習するっていうやり方で、毎週毎週は1問1個と復習テストで予習みたいな感じでぐるぐる回すということです。ただ問題は復習のこの再生なんだよ。これ再生ってのは読んで字のごとく再生。君たちが佐藤幸男になって同じようにこういうふうな図を説明するってことは、この図をノートに、あ、新たな、これぐちゃぐちゃになっちゃうから、新たなノートに板書を書き写す。ノートにね。これまず第一。で、書き写したら、今度はこれ。このテキストにあるもの、僕はね、このテキストの右側白くなってます。これは授業中に書いちゃって構わないでも、ここに。別にルーズリーフじゃなくてもいい。ただ、もしだよ、書き方として、もしずっとこれを使いたい、これで勉強、このピンクのテキストで勉強したいのならば、この板書はここに書いちゃダメです。ルーズリーフに書いて、きれいに後でここに書き写す。これね。で、書き写したものに合わせて、こっちの括弧の中は、ここに答え書くようになってる。括弧に答え入れる。で、ここを見ながら、ここを括弧の中、後で入れてって、この流れが分かるように勉強する。そして、アウトプット。でも、これの弱点は、ペラペラしてるんですよ。でも、しかもピンクだし、なんか有意義ゼミだって分かるの嫌じゃない？だったら、ルーズリーフとか、バインダーみたいに用意して、これをコピーする。そしてノートに貼る。そして右側にこれを書く。でもね、あんまり暗記が得意じゃないな。しかも国公立ではなく私立で、私はまあまあ時間がある人。だったらコピーなんていう近代兵器を使わず、自分の手で書き写しなさい。で、書き写すことによって、いわゆるイメージはこうです。新しいノートを作る、こう、このピンクのテキストを全く同じじゃなくて、自分なりに書き写す。そして、これに合った内容の板書を右側に行く。こんな感じです。だから、これと左と右が合うようにしなきゃいけない。だから、これって、まあ、実はこのページ数の問題で、割とね、これ見てわかるよ、小さくて。これ見えないの、これこうやって読んでるの。なので、割と詰まってるね。詰まってるから、これを詰めないで、もっと広めろ。ただこれ1ページ。今、例えば72ページとかは、全巻から5巻まで入ってるんです。これはいっぱいだよ。だったら、全巻のところだけ1ページ。ね。で、大毛の芯と五巻は次のページに持ってくる。ってことはコピーができない。だったら手で書いた方がいい。だからこういうの、やっぱりあまり暗記力がない。時間はある。国公立じゃない。だったら絶対手で書いた方がいい。しかも俺がこういろいろ説明する後に手が書くから、自分で考えながら板書書くことになるので、すごくできる。ただあんまり時間がない。もしくは割と得意だ。ハイレベルの方を一生懸命やりたい。だったら書くのちょっとめんどくさいから、これをコピーして貼って、で、ハイレベルを自分で付け加えていく。あと全然時間がない。そういう人はこの一冊で勝負する。ノートを作らずに。それがどれかです。どれでもいいです、ね。自分の好きなやり方で。ただ、やはり時間があるかないか、もしくは世界史でどのくらい配点が高いか。世界史で配点高いんだったら、絶対に書き写した方がいい。ただ問題は時間ですよ。ちょっと見てみようか。これ復習するのにどのくらいかかるか。もう一回よ。予習はだいたい、まあ、短い人で15分。長い人で50分です。で、授業は授業。で、復習はどのくらいかというと、だいたいこの板書を写して、で、これをきれいに書き写すとすると、どのくらいかかるかというと、書き写すのにだいたい 1.5 時間。で、板書は3、まあ、0.5、30分。だから、悪くとも2時間かかります。それが2コマあるね、小説世界史は。なので、お少なく見積もっても4時間かかります。これ少なく見積もってないよ。あくまでも。これをきれいに全部やろうとすると、やっぱり6時間ぐらいかかるね。で、アウトプットしなきゃいけない。
アウトプットが大体1時間から 1.5 時間ぐらいです。だから最低見積もっても例えば60、40、4時間、1.5 時間どのぐらい5、6.5 だから最低見積もっても 6.5 時間ぐらいはこの1日ので事業がプラスなんと2時間から11時間ぐらいですよ。1週間コマ入れて、だからそう考えるとまあできれば復習は6時間ぐらい欲しいな、ね、予習は30分ぐらいは最低欲しい、アウトプットは 1.5 時間欲しい。そしたらまあいわゆる国公立の人でも1週間の勉強時間がだいたい7時間半ぐらい、私立の人が11時間ぐらい、10時間半ぐらい、こういうのが目標になってるんだって思ってくれればいいと思います。だからじゃあイースタと切れるようにできれば少しね先にここは授業始まってからでいいから、これを先に進めておくと世界一はいいと思うので頑張ってください。よろしくお願いします。